はいどうもということで、今日は奥花子さんの小ゼミがあったんですけども、今、5時半にですけども、なんと4時から、オレンジローソン前で路上をやったって、ごめんなんか俺忙しい、本気忙しくて全然全く1ミリも見れなかったんだけど、タマちゃん見れたって見ました。どうだった、はい、いや良かったですよ。どのぐらい人のいたの？100もしかしたら行くぐらい。めっちゃいたってこと？はい、ましたどんどん増えてきて。あ、本当に、はい、あの実はあの小ゼミやってる時にさ、もしかしたらもうごった返してるかなどうかなと思って行ったんだけど、その時はまだ全然大丈夫で、そうですね、だから大丈夫かなってわけじゃねえんだけど、どのぐらい集まってるのかなでも見てえなと思ったら、はい、もう全然見えもう1ミリも見れずともうなんかすごいアーティストでしたね。そうですね。もう他に感想はどうでしょう？いやもう知ってる曲がいっぱいあったんで。あ、前から知ってた？前から知ってました。あ、はい、いいね。アルバムもちゃんとウォークマンの中に入ってるので最高ですね。はい、ちゃんとファンです。今日は聴けた？その中の。聴けました。マジ？はい、私の好きな曲もちゃんと入ってます。なんで俺今日聴けんかったのなんで聴けんかったんの本当に。お忙しいですからね。いやいやいや全然忙しくない。ちょうどなんかこう2件3件入ってしまった。全然いいんですけど、はい、うん、まあ見たかったなっていう部分もありますけど、玉井くんでした、はい、ありがとうございます。